いかーん、アタック。よっ、ちょっと休憩でもする。そんなことできるわけないでしょ。そりゃそうだい。うわ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 。あの方角には盗賊の民の村があるわ。あそこに逃げ込まれると面倒なことになるな。急げ。よし。止まった。あ、なんか変な場所に来ちゃったな。収穫あったか、あったか、あったか。ああ、もしかしてここって盗賊の民の村なんじゃ。いたぞ。こっちよ。けーしつこいな。あ、しまった。もう逃がさないぞ。観念しなさい、このぬすっとめ。だからそれは違うって。いけー、たたれー。やったいいってことよ。俺と一緒に来い。このダストシュートはどこに繋がってる。知らないわよ。あんた中に入ってみればいいじゃない。お断りだ。回れ。ゲシシシシシシシ、大げさなやつだな。 あんたが助けてくれたのか。ああ、ありがとう。俺はアル、あんたは。俺か。俺は誇り高き盗賊アンジ様だ。アンジ、メイプルストーリー、メイプルストーリー。俺は誇り高き盗賊アンジ様だ。アンジ、知ってるのか。知らない。で、変なやつだな。しかしお前なんで追われているんだ。それが、あ、お前の気持ちよくわかる。俺ら盗賊の民も何かあるとすぐに疑われるんだ。もっとも時々は本当に悪いことをしてるけどな。盗賊の民は人間を嫌ってないの？人間と盗賊はメープルアイランドの嫌われ者。言ってみりゃ仲間みたいなもんだぜ。わあ、そんな風に言ってくれたの初めてだよ。俺すっげえ嬉しい。俺なんか人間の知恵についちゃ尊敬までしてるぜ。例えば食料の貯蔵法。貯蔵法？ああ、人間は一年中物を腐らせない技術を持ってるだろう。俺はそれを学びたいんだよ。人間の食料庫に案内してくれねえか。え、悪いけどそれはできないよ。そっか、そうだよな。うちじゃ腹すかせた子供が10人も待っててよ。人間の貯蔵法が学べればあいつらが腹を空かせることもないのかなーって思ってよ。アンジ、ごめんだ。父ちゃん何の役にも立てなくてよ。弱いんだよな俺、そういう話。わかった、案内するよ。本当か、お前いいやつだな。早速行こう。人間の村はこっちだぜ。人間なんてちょろいもんだぜ。おお、ひどい。バロー様、アルは見つかったか。すみません、もうちょっとのところで。やつめ、よりによってこの不潔極まりない盗賊の民の群れに逃げ込むとは。バロー、お前らもアルに食料を。いや、お前たちもか。アルのやつめ、
弟子入りを断ったことに対する腹いせか。まあそんなところだろう。あいつは思い込んだら一直線だ。こんにちは。いいな、なんか用か。ねえ、アルが盗んだっていう証拠でもあんの？ああ、ほらこっちにもあるぞ。全然アルの匂いがしないっぽ。何？これは間違いない。盗賊のためアンジの匂いだっぽ。アンジだと？それは本当か？嘘言ったってしょうがないっぽ。なるほどね、アンジのやつアルに罪を着せたってわけだ。おアンジ、卑劣な盗賊め、許さないぞ。ここさ。これのどこが食料庫なんだ？ここから入るんだよ。でも内緒だからな。そういうことか、いくら探しても見つからなかったわけだ。ひんやりしてるな。うん、ここは一年中大体同じ温度なんだ。それが食料の貯蔵庫は。あるある、たっぷりあるぞ。たっぷり。貯蔵庫を学びたかったんじゃないの？ドキッ。いやーすまん、つい子供たちの顔が浮かんでな。あいつらに食べさせたら喜ぶだろうな。待っていてよ、そしてお腹いっぱい食べさせてあげて。いいのか、すまねえな。一人じゃ大変だろ。俺もアンジの家まで一緒に行くよ。大丈夫だ。じゃあな。またな。おめでたいやつ。なんだこれ。誰だ。一応盗賊の長だけはあるな。だがもう逃げられんぞ。へえ、仲が悪いはずのお二人さんが随分と仲良しになったんだな。お前ごときに言われなくても私とガルスはいずれ戦う定め。だがその前にお前を倒すということで一致している。なんでだよ。とぼけるな。村の食料を奪い、アルに罪をなすりつけるとは最低のやつだ。濡れ衣だぜ。あっそう、じゃあ私が証明してあげる。ベローゼレ垂れた、ベローゼレ垂れた手紙を書いた者のところへ帰れ。うわあ、これ、来るなっていうわけね。盗まれる方が悪いんだよ。あいつ自分から白状したっぽ。ああ古典的な手に引っかかりやがって。逃がすぞ。やれ。